皆さんこんにちは、霊夢ちゃんです。アリスちゃんよ。え、マリサ、ちゃんだぜ。さあ始まりました、久しぶりのゆっくり実況。ちょっと待ちなさい、うどんちゃんがいないじゃない。そういえば OB には出てたな。霊戦はデート中です。なんで、OB ではデート投げ出して駆けつけてくれたじゃない。まあ演出だからね。おう、めたいめたい。というか私がぼっちってどういうこと？あんた自分では気がついてないみたいだけど、果敢に誰かに襲いかかってるだけで誰かと一緒にいるわけじゃないじゃん。要はぼっちなんだぜ。興奮するじゃない。アホ。ちょっと待って、じゃあ今頃うどんちゃんはあの悪魔と、いや、してるってこと？やかましいぜ。そうよ、いつまで初期画面垂れ流してるのよ。さっさと始めろ、オープン主。はい。今回はどういう話なんだ？誰かがぼやいてるわね。今回はサブタイトルの通りバカとぼっちとリア充が出てきます。ちなみに今ぼやいてるのは主人公です。運が悪くて誰も悪くないって、誰かやっちまったか？もうマリサはすぐそう考える。残念ながらそんなドラマチックな話じゃないわ。なぜならそう、今作の主人公はぼっちだから。どういうこった？あ、こういうこったい。なんでこいつは友達ができないん？そりゃあコミュ障だからっしょ。うつ主に大ダメージ。挙句の果てに神様のせいにして、たたっちゃうぞ。なんでお前がたたるんだよ。そりゃ超絶絶対霊夢神だから、アホ。この子も一作目のお忍びに参加すればよかったのに。雨だから外出しないとか理解できないわ。そりゃ霊夢家のオンボロ神社じゃ家も外も変わんないもんな。アンデスって。はいはい、実況しましょうね。実況するったって主人公が先生にいびられてるだけじゃん。いびられてねえよ。今回は異変解決じゃなくて友達作りをするゲームなのね。そんなゲームは嫌だ。ではここで主人公の状況を整理しましょう。整理するほどの状況もないけどね。まずは主人公、ぼっち。知ってるぜ。友達が欲しい。知ってるわ。クラスのメンバーから同じぼっちを探してる。そこでこの遠藤か。自分もぼっちのくせに失礼な評価してるわね。そして前作、前々作でも出てきたクロイちゃん、黒魔術があるなんだぜ。図書館で一人で何してるんでしょうね。読書だろアホ。そして感じ悪いやつ、ぼっちというよりここか。な、中毒者ね。やめんかしょっぱなから。こいつは何も言うことがないから下ネタに逃げるのもしょうがない。とりあえず友達候補からは除外されてるぜ。めんどくさくなってきたから倍速してくわよ。もっと早くにすればいいのに。続いては可愛い女の子。夢を語り合いたい。キモいんだぜ。左、それじゃわかんねえだろ。前々作出演、前作も操作できるキャラとして出てたわね。この世界で唯一完成がまとも。何人かあげたが、自分からは話しかけられないようだ。とんだダメよね。ぼっちとは言ってもお前と系統が違うからな。さてさて始めていきますか。今回は一体どんなガールズパーティーがあるのかしら。主人公は男なんだぜ。とりあえずは友達を探してあげましょう。めんどくせえ。無意味に席に座って、話しかけられるのを待っていたようね。相当な恥ずかしがり屋のようね。いっそのこと孤高に生きればいいのに。てか明日テストなのね。高校最初のテストで舐めてるとオープン主みたいにひどい点数取るわよ。ってことでステータス確認はカットだぜ。今回も隅々まで探索するからサクサクカットしてくわよ。担任だぜ。生徒のテストの成績が担任の評価になるってブラックね。教師がどんなに頑張っても勉強しないやつはしないし。不憫なもんだぜ。あ、ハーレム男。こいつが今回のリア充か？そうね。今は内容がちっとも伝わってこない話しかしてないけど、あのグループの一人にバカがいるからな。七不思議の話をしてるわよ。今回のメインのお話が七不思議だからね。こいつ、わかってる。何がだよ。ここは美女医の先生が担任のクラス。まあ美人。補習とかサボるだろ。セイナちゃん。この子もいい色気出してるわね。そんな評価はいらんぜ。この二人も今回のリア充枠で活躍します。へぇ。全然興味ないやん。いやまあどうでもいいからな。ストーリーのメインキャラに対してどうでもいいと。そんで今回全く関わってこない3組を華麗にカットするぜ。な、なに、女子トイレに入れないだと。やかましいわ。さて男子トイレに入りましたが。こいつちょっとやばいやつね。まあ本人も死にたくなってるし許してやれや。友達ができるかどうかなんて容姿とは関係ないのに。アリスが言うと説得力あるな。なんでよ。美人なのにぼっち。何か言いましたか？家カットするのでカットしてください。何言ってんだか。ということでトイレの匂いがしそうな4組です。ただの風浪被害。あら？前作で出てきたモブちゃんじゃない。あやちゃんな。そういえば前作で取引して畑川くんをゲットしてたわね。荷物持ちか、不憫だな。先生とデート。いいな。ハモるなボケ。マリサから暴言をいただいたのでカットします。うるせえ。おっとここで重要な証言が。七不思議の一つ、喋る猫たんね。重要でもなんでもねえただの寺田さんだぜ。初見の人にわかるように説明しないと。初見の人はこのチャンネルの動画を最初から全部見てね。とうとう宣伝が暴挙に走り始めたぜ。この部屋は？シャワー室。自然にマリサがシャワーを浴びてるシーンが目に浮かぶ。なんでやねん。私は話を広げんでいいわ。おん、変な白髪がいるわよん。わよんわよん言うな。ウプ主はたどり着けてないんだから。イベントか？廊下のど真ん中でってどいつもこいつもど真ん中でうろちょろしてるじゃない。あの頭だから目立つんじゃないの？おや？
結構可愛い子ちゃんじゃない？へえ、彼女今夜空いてる？また果敢に襲いかかろうとしてるぜ。そうこうしてるうちに主人公は感染する。あ、ついてきた。これはあれね、出会って10秒速がってやつね。邪魔ボケ。追いつかれたわ。何をされるかと思ったら困ってるアピールだけか。これはまさか、モリアの勧誘。またモリアか。ちげえわ。サナエも結構いいわよね。追いためといてそれか。主人公逃げてたのに追いつかれちゃったわよ。相手もこんなになるまで追いかけるなんて、そんなに私に気があるのね。なわけ？諦めて声をかけたわ。相手からヤバいやつ感が出てるぜ。私たちにお願いがあるそうで。やっぱり美人ね。しかも年上。興奮するわね。ただのお前らの好みだろ。あ、勧誘は勧誘でも部活の勧誘だったのね。オカルト研究部か。学生会にはなくてはならない部だな。部活に入れば友達できるでしょうし、美人部長ともワンチャンできるでしょうし。やめろや。本当は興味あるく、せ、に、しね。ひどい。主人公もこんな美人からの誘いを断るなんて。まあアリスから誘われたらちょっと警戒するし。今なんて？いいえ、なんでもございません。先輩の話を聞いてやれ。あほども、まあ部の存続のために部員集めをしなくてはならないと。名前だけでも貸してあげればいいのに。先代の校長が思い入れのある部活か。そういえば寺田さんたち会知ってるおっさんどももここのおかけんだったわね。元校長も推奨作りに一枚噛んでたってことかしら。それはうぷ主にもまだわからないわね。まだ最新作までプレイしてないんだっけか。さて、主人公はなぜ自分が選ばれたのか疑問に思ってる様子。ちょろそうて。まあ実際霊夢ちょろいからな。アンデスって。そんなところが可愛いのよ。はいはい。主人公もようやく気づいたようね。友達ができる方法を。ああ入部しちまった。ここからが非日常への介入ね。え？付き合えないの？うるせえタコ。せめていかにして。一体何の違いが？友達誘えって。主人公に大ダメージ。小声で嘘つきやがった。いいじゃないの、強がりたいお年頃なのよ。あ、かわいそうにって顔してる。それじゃあここから友達探しね。そんなゲームは嫌だ。やはり話しかけるのはぼっちっていう。そんじゃステータス確認はカットしてさっさと進めるか。体育教官って生徒を威圧するのが仕事なの？霊夢の言うことはほっとけ。言ったの私じゃないんだけど、私がバカだって言いたいの。自覚あったんか。いいじゃない、美人さんと同じなんだから。いいわね。いいのかよ。さて、なぜか校舎から孤立してる保健室だけど。保健行ってだけで興奮するわね。せめて登場人物と同じセリフにしろ。この気配は、食べ物だ。石田でアホ。こちらは野球部員青春担かしら。マリサ帽子邪魔。なんかお経みたいな文字列。お前ら実況しろ。そして霊夢は土に帰れ。あん。ところでボーイはなぜガールに止められてるの？霊夢のせいで話が全く入ってこなかったぜ。野球ボールもらえなかった。野球の話してなかったけど。てなわけでカット。体育館を覗いてどうしたの？先生、バスケがしたいです。だからか OP 動画のサムネがあれなのは。まゆみー。この子、やるじゃない。アホ。ツッコミが追いつかん。たっぷり食料を買い込んでリア充と遭遇しました。霊夢のくせに金あったんだな。主人公は左をぼっちだと思ってたのね。こいつも飛んだハーレム野郎ね、羨ましい。まあ前作の縮小会ってところだろうな。それじゃあ昨日はマンションの会と戦ってたってことね。あ、昨日の戦いは大変だったわね。そうだったな。腕の傷が痛むぜ。今更取り繕っても無駄よ。ということで、ちくわ大明神とひじき大福神を華麗にスルーしてカットします。せめてそいつらもカットしたれよ。大丈夫だ。さっきの続きだわ。あいつ何してんのかしら。前作でも自販機の前で反復横飛びしてるやつがいたんだぜ。これが復讐だと。昔おる。反復男を華麗にスルーしてジュース買いましょうか。捕まってんじゃねえか。買えなかったわ。なんでだよ。知らん。のでカット。部活勧誘の掲示板ね。スペース狭。おかけんのもあるわ。この勧誘なら即入部ね。お前だけだわアホ。数ある部活の中から選ばれた精鋭だけがこの掲示板で勧誘できるのね。選んだやつは頭おかしいんだぜ。帰宅部は部活なの？実際に帰宅部って部活があるらしいわ。何するんだよ。青春を謳歌する部活らしいわよ。要はやりたいことやるお遊びサークルね。まるで大学生みたいだな。私と帰宅部でやりたい放題しましょ。いいえ結構です。しょぼん。昼間に2年エリア入れるの初めてね。まあ2年なら勧誘してもいいか。先に卒業されたくないって条件もクリアできるわけだし。果たしてそうかな。なんだよ気持ち悪いな。なんで気持ち悪いのよ。そんな霊夢モス。面白い会話までカットしようぜ。おい、あの着物美人は石渡家のお姉さんね。結婚してください。アホ。この子はなおちゃんの友達なのね。多分同じクラスでしょう。学校でも着物だし部活もダメってメーカーのボンボンか。まるでマリサね。ころそ隠す文字が間違ってるせいでピー音が意味をなしてないわ。主人公と同じクラスに弟がいたんだったわね。変な子って、確かに宮野直香って結構ヤバいやつだよな。
たまに部室を覗いてくれるそうよ。興奮するわね。やかましいわ。お菓子くれたし美人だし、あの人とてもいい人ね。一年に迷惑かけるなって言われてる。やっぱり同級生からの評価もヤバいやつなんだな。ってことでカットします。筋肉廊下でも評価をいただいたぜ。印象を悪くするなって、ヤバいと折り越して嫌われてるのかしら。てなわけで2年エリアも探索したし、いい感じの時間なので終わりにしますか。マジかよ。うちはえないけど。何は露天ねん。いつも通り進展もなく中途半端なところで終わるわね。ということでマリサちゃん、死ね。学生会遺産がスタートしましたが、今後の意気込みをどうぞ。とっとと会いこなみじんにして帰るぜ。前作まで怖がってたくせに。うるせえ。じゃあアリスは主人公と一緒に頑張って友達作る。うん。それじゃあ後もよろしいようなので、よろしくねーぜ。次回もお楽しみに。バイバイ。